DJI の自動飛行とワイヤレス録音試しました。はい、どうもサラクーです。今ですね、こちらの方に DJI ネオ、持ってきておりますけども、こちらですね、自動飛行の方屋外で試してきました。あとですね、ワイヤレス録音の方、こちらの方ですね、飛ばすとプロペラを消すですね、ワイヤレス録音というものがあるんですけども、そちらの方もですね、試しましたので、今回はそちらのレビューの方していきたいと思います。ではですね、早速屋外で自動飛行の方を撮ってきました。どうぞ。今ですね、海の方に来ております。これからですね、こちらの DJI ネオを使って自動飛行の方試してみたいと思います。はい、ではですね、これから手のひらから DJI ネオの自動飛行の方やっていきたいと思います。こちらの方は特定飛行、しなければ問題ないというふうにですね、と確認しておりますので、やってみたいと思います。はい、ではですね、こちらの方ちょっと起動させていただきます。まずドローニカですね、やってみたいと思います。先ほどスマートフォンで設定してますので、それでですね、こちらの方、手のひらからやってみてですね、どういうふうに挙動するかという方を見てみたいと思います。では行きます。はい、今ですね、ドローンに始まりました。はい、こんな感じで飛んでおります。どうですかね。はい、今ですね、6メーター離してでですね、撮り終わりまして今戻ってきているというような感じですね。そこそこ風ですね、今3メーターぐらいのかな、風がですね、問題なく動いているというようなね感じですね。はい、で戻ってきました。はい、これドローンにですね、はい、これがですね、実際ドローンに入れ撮ったドローンの映像になります。先ほどかなり風には煽られているんですけども、これを見る限りですね、安定してドローニーの方は撮影できてるんじゃないかなと思っております。どうですかね、こんな感じになっております。ではですね、続いて今度サークルの方やってみたいと思います。6メーターで設定してるので、どういう風な距離になるかちょっとね楽しみなんですけど、行ってみたいと思います。では行きます。はい、行きます。はい、今ですね、サークルの方始まりました。はい、6メーター離れてここからですね、はい、サークルをしております。結構頑張ってるっていうような印象ですね。はい、こうちょっと浮いたりしてますけども、ね、風が強いと、挙動としてはちょっとだけですね、怪しい挙動を示しますけども、大丈夫ですかね。ちょっとギリギリ飛んでるけど大丈夫かな。はい、終わりました。じゃあですね、戻ってくると思います。はい、よく頑張りましたという感じですね。はい、戻ってまいりましたので、では手のひらをからしたいと思います。はい、はい、戻ってまいりました。これはサークですね。はい、こちらがですね、実際ドローンの映像になります。サークルやってるんですけども、なんとか飛んでるという感じですね。今ちょっとね浮き上がりましたけれども、それでもですね、なんとか頑張って飛んでるというようなものになっております。この日は結構風がですね、強かったので、サークルですね、なんとかやってるというような挙動を示しました。はい、ということですね、これがですね、サークルになります。はい、続いて今度はですね、ロケットいきます。はい、では行きます。はい、10メーターですね。はい、ロケットになります。どんどんですね、上に上がっていきます。こんな感じですね。はい、今ですね、被写体を見ながら上に上がっているというような感じですね。はい、10メーターぐらいなんでね。はい、こんな感じです。もうそろそろ終わりかな。はい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 、10メーター近く上がりましたよというところですね。でここからですね、
撮り終わりましたら、まあ、戻っていくというような感じですね。はい、今ですねゆっくり戻ってきております。はい、頑張ってね戻ってるって感じですね。はい、よし戻ってまいりました。後でね映像の方は見てみたいと思いますけども、はい、こんな感じに戻ってきました。はい、ここまで戻ってきた感じですね。じゃあ手のひらかざします。はい、戻りましたというところですね。これロケットです。はい、こちらがですねドローンから見たロケットの映像になります。こちらの方ですね10メーターに設定してましたので、どんどんですね10メーターまで上昇しているというような感じですね。まあ、そこそこ、まあ、10メーターなので、まあ、そこまで大きくですね、風速は強くないと思うんですけども、まあ、頑張ってね、飛んでるというような感じですね。また戻ってくるときもですね、ずっとですね、被写体を下に捉えながら、まあ、戻ってきているというような形です。まあ、これですね、設定によってですね、くるくる回りながらですね、降りてくるというふうなですね、設定もできるようです。まあ、こういうふうにですね、ちょっとふらついてるっていうような感じですけども、ロケットもうまくいってるようです。はい、続いて。はい、スポットライトの方行きたいと思います。ではですね行きます。はい、スポットライトです。これはですね、まあ、被写体を見ながらで、ドローンはですねその場の位置で停止しているというようなですねものになっております。こんな感じですね。まあ、被写体を見ながら撮っているという感じです。被写体が離れてもドローンはですねその位置にいます。はい、こんな感じなモードになっております。まあまあ風ありますけども、しっかりその場を維持している感じですね。はい、こんな感じに今ですね斜めになってますけども、まあ、うまく飛んでるというような感じですね。ではですね以上になります。はい、こちらスポットライトというところになります。はい、こちらがですねドローンから見た、まあ、スポットライトになります。結構ですねドローンの方は傾いて撮影されていたんですけども、まあ、実際ですねスポットライトの方こちらの方のですね録画された動画だと、まあ、しっかりですね被写体も捉えながら水平の方もですねきちんと処理されているというような感じになっております。結構ですねドローンが傾いたのでどのような映像が撮れるかちょっと心配だったんですけども、実際ですね撮れた映像というものはこういう風になってますので、スポットライトでもですねちゃんと被写体を捉えて撮れてということがこの映像からもわかります。続いて、はい、今度ディレクショントラックになります。はい、緑ですね。ちょっと離れたところになりますね。じゃあですね近づくと離れるというような感じですね。はい、一生懸命ですね、距離を保ってドローンの方がですね動いてくれているというような感じです。まあ、ディレクショントラックなので、まあ、一定のですね、距離を離して飛んできているというような感じですね。はい、こんな感じで飛んでおります。はい、じゃあ戻ってきてほしいので、どうですかね、もうちょっとしたら戻ってきますかね。はい、ちょっと止まってれば戻ってくるかな。被写体がですね、停止していると戻ってくるというような感じですね。はい、はい、ということになります。これがディレクショントラックというところになります。はい、こちらがですね、ドローンから見たディレクショントラックというところになっております。こちらの方ですね、ミドルモードに設定ましたので、中距離で、撮っているということで、被写体とですねこの中距離で、保って、撮っているというような感じになっております。でこちらですねずっとですね、距離をですね保って撮ってるんですけども、被写体が止まったら近づいてきて最後ですね着陸してくれるというような感じですね。被写体がですねずっと動いてる場合はですね、ずっと距離を保ってるんですけども、被写体がですね止まった時点でそちらの方ですね判断して戻ってきてるというような感じですね。今被写体止まりましたので戻ってきてというような感じになっております。はい、ということですね、あとはフォローモードの方、見ていきたいと思います。
ではですね、こちらの方はついてきてくれると思います。いきます。これもですね、ミドルに設定しております。はい、ミドルになってますんで、まあ、少し離れて、ですね、ドローンの方がついてってくれてるというような感じですね。フォローしてくれてます。ついてきてもらってるというような感じですね。はい、こんな感じですね。はい、まあ、頑張って飛んでるというような感じです。まあ、うまくですね、できておりますね。で、止まってるとまた終わるんじゃないかな。ちょっとですね、止まっておきたいと思います。どうですかね、時間が経ったらのかな。ちょっともうちょっと離れたいと思いますけども、はい、ついてきますね。で、こっちの方行きましょうか。はい、ではですね、ちょっと近づきたいと思います。はい、はい、こちらがですね、フォローモードで撮ったものになります。まあ、ドローンから撮った映像というところでフォローモードで撮ったものです。で、実はですね、このフォローモードは被写体を後方から追いかけながら自動的に録画するモードになってます。まあ、例えばなんですけども、被写体が DJI NEO から離れると被写体を追ってですね、前方に飛行するというところになってますので、ちょっとですね、撮るのが難しかったかなと思ってます。まあ、なんとかですね、後方から追いかけてもらうようなことでですね、やってもらってましたので、まあ、このような映像になってます。ちょっとまあディレクショントラックの場合は、一度でどのですね、距離を離して撮るというものなんですけども、フォローモードはですね、被写体を後方から追いかけながら自動的に録画するというところになりますので、ちょっとですね、挙動の方がですね、違っているというような感じになってます。はい、ということで、こういうふうにね、撮ることができます。なので、こちらの方ですね、スマートフォンの方で設定すると、まあ、こういうふうにですね、飛ばすことができます。他のですね、ブーメランとかヘリクスとかもあるんですけども、そちらの方はですね、またスマートフォンの方で、まあ、設定してやりたいと思います。ちょっとですね、スマートフォンで設定し直していきたいと思います。で、ちょっとお待ちください。今ですね、 DJ フラの方を起動しました。で、接続の方ね、したいと思います。はい、今ですね、 DJ ネオとの接続中です。はい、接続をしたいと思います。ではですね、ちょっとコントロールの方を変えたいと思います。設定の方で今ですね、カスタムの方がディレクショントラックが選択されてますので、こちらの方ですね、ディレクショントラックからヘリックスに変えたいと思います。ちょっと今日は風が強いので6メートルぐらいに設定したいなと思っております。はい、ではですね、こちらの方ヘリックスの方を設定しましたので、またですね、ドローン単体でやってみたいと思います。これで今ヘリックスの方6メートルというところですね。あ、ちょっとまとめて、こちらブーペラの方もですね、設定したいと思います。10メートルになってますけど、こちらの方もですね、6メートルの方に直したいと思います。はい、こちらの方もですね、設定して、でですね、またドローン単体で飛ばしたいと思います。ではですね、続いて今度ブーメランを行きたいと思います。今設定した6メートルの設定になっています。はい、ブーメランに設定しました。ではですね、こちらの方ブーメランの方やっていきたいと思います。いきます。はい、6メートルって書いてますね。いきます。はい、ブーメランですね、こちらですね、6メーター離れたような形でブーメランとして飛んできます。はい、で、ぐるーって回りながらですね、こんな感じで撮れるというような感じですね。はい、ブーメランのように飛ぶというような感じですね。こんな感じで飛んでおります。はい、はい、ということで終わりましたね。じゃあ戻ってくると思います。はい、はい、戻ってきましたので、手のひらからします。はい、ということでこれブーメランです。はい、こちらがですね、ブーメランの映像になります。ちょっとこの時期あたりから風が強くなってきましたので、ちょっとね、ふらついてますけども、
はい、こんな感じですね、撮っております。もうちょっとね、風が弱い日ももう一回ですね、ブーメランの方とかもね、試してみたいと思います。はい、こんな感じになっております。はい、続いて今度ですね、スマホの方でヘリックスの方に変更してまいりました。まあ、6メートルという設定ですね、ヘリックスの変更しましたのでやってみたいと思います。では行きます。はい、行きます。はい、6メーターということでヘリックスですね。はい、これからですねヘリックスを始めます。6メーターでのヘリックスですね。まあ、レセンを描きながら、まあ、離れていくというような感じですね。ただちょっと風に煽られているというような感じですね。はい、そんな風はですねそこまではないんですけども、はい、ちょっとですね煽られながらっていうようなヘリックスの仕方をしておりますね。でもまあなんとかヘリックスの方も取り終わりましたという形で、はい、戻ってくると思います。はい、戻ってきました。はい、こちらがですねヘリックスの映像になります。現地の映像でも分かる通りですね、かなり風に煽られてましたので、まあ、こんな風な映像になっております。もう一回ねこちらの方ですねヘリックスの方はね試してみたいと思います。風がちょっとね吹いてきたので、まあ、こういう風な映像になっております。まあ、DJ ネオはやはりですね小さい機体なので、やはりこのぐらいですね風には煽られるというような感じですね。それでもなんとかね頑張って飛んでるということが分かりました。はい、いかがだったでしょうか。こちらの方ですね DJI ネオの方、自動機構の方、試してみました。まあ、結構ですね頑張って飛んでたかなと思っております。ちょっと一部ですね、風に煽られてしまうとちょっとかなり危険なのかなとは思ってますね。なのでやはり軽いドローンなので風はですね、かなり、シビアなのかなと思っております。はい、今からこちらですね DJI ネオを使ってワイヤレスで録音の方も試してみたいと思います。まあ、本来だったら外でですね環境のある状態で撮りたかったんですけども、屋外の方で飛ばしている間にですねちょっと風の方がですね強くなってきましたので、ちょっと安全を見てですねちょっと屋内の方に戻ってきました。である程度ですねこちらの方安全を見ながら、まあ、こちらの方もね飛ばしながらやっていきたいと思っております。で、環境音の方なんですけど、ちょっとねこちらの方のですね音源を流したいと思います。ちょうどですね先ほど屋外の方では海で撮ってきたということもありましたので、ちょっと波の音をですね入れたいと思います。こんな感じの音を入れたいと思います。はい、こういうぐらいですね、波の音を入れて、さらにですね、こちらのドローンを飛ばした状態ですね、ちょっとね、確認していきたいと思います。ではですね早速準備の方をね始めていきたいと思います。ということで、ちょっとね大きめの音を入れてみたんですけども、ちょっと準備してですね飛ばしてみたいと思います。はい、ではですね飛ばしていきたいと思います。今ですねちょうどこちらの方に、スマホを持ってきております。こちらの方にですね音声ボタンがありますので、こちらの方ですね今音声オンになってます。こうすると今音声の方はオフに、なっていると思います。もう一回ですね押します。そうするとですねこちらの方、マイクの方がオンになりましたので、これで、スマホの方に、録音することができます。この状態ですね、ちょっと始めていきたいと思います。ちょっと安全を見てですね、DJI ネオの方はちょっと近くに置いてあるんですけども、そこから飛ばしたいと思います。ではですね、こちらの方の、録画の方も、開始したいと思います。はい、今録画を開始しました。まあ、音声の方もね、撮れてます。ちょっとですね、危ないのでもうちょっと話したいと思います。こんな感じにしてですね。で、ここからですね、行きたいと思います。じゃあちょっとねうるさくなりますけども、波の音もですね入れたいと思います。はい、今ですね環境の方も入れました。ちょっとですね聞こえづらいかもしれませんけど、今ですね波の音も入れてます。で、ちょっとここからですね離陸させていただきます。はい、はい、今離陸しました。どうですかね、こんな感じになっております。はい、ちょっと加工させます。こんな感じになってます。
どうですかね、聞こえますかね。はい。今ですね、波音もですね、入っている状態です。で、こちらの方もね、録音しております。実際ですね、スマホの方に、録音されているというようなですね、感じになっております。はい。結構ですね、環境もうるなってるはずです。で、結構波の音もですね、大きくなってるはずです。じゃあですね、こちらの方ちょっとですね、録画の方は終了したいと思います。はい、終了しました。じゃあちょっとですね、確認したいと思います。はい、ということですね、ワイヤレスの録音の方もこの DJ ネオをね、試してみました。今ですね、聞き比べの方も、したんですけども、こちらですね、確かに、プロペラ音とかを全部、消すことができます。で、私がですね、喋ってる音声だけをですね、取り出してというような感じですね。なので、こちらの方は、プロペラのノイズをですね、自動的に除去するというふうなですね、説明文だったんですけども、どちらかというと、私の声だけをですね、拾い上げてるというか、ソフトウェア的に私の声だけを取り出しているというようなですね、感じなのかなと思ってます。結構大きめの波の音、環境音として入れたんですけども、そちらのですね、環境音もすべて消え去っているというような感じですね。なので、ちょっと Vlog でですね、確かにワイヤレス録音、いいっちゃいいんですけども、あくまでもですね、私の声だけを拾っているというような感じになってますので、ちょっとしたですね、環境音も入れたいという方は、もしかしたらちょっと使いづらいのかなと思ってます。あとでですね、他で環境音を取っといて、それと合わせてですね、使いますということだったら、Vlog 的にもですね、できると思うんですけど、ちょっとね、編集の方は必要になってきます。なので、こちらの方ですね、ワイヤレスで録音して撮りたいという方は結構ですね、静かになってしまいます。自分の声だけしかね、聞こえないような形になってしまいますので、人の声とかはですね、拾うということで、多分 AI 的にですね、これは人の声だというところを認識した上で、そこのところだけですね、拾い上げるというようなですね、アルゴリズムがですね、取られてるんじゃないかなと思っております。うまく使えばですね、ここら辺の Vlog でのですね、ワイヤレス録音の方もですね、活用できるんじゃないかなと思いますけども、ですね、環境音とか必要な場合は、編集がですね、必要になってくるんじゃないかなと、私の方は思っております。はい、ということですね、ちょっと屋外で試したかったんですけども、ワイヤレスでですね、録音というところもですね、試してみました。以上となります。はい、いかがだったでしょうか。自動飛行の方は屋外でやってきました。あとですね、ワイヤレス録音の方はちょっと風が強くなってしまったので、屋内で疑似的にですね、環境音を入れて撮ってみたというような感じになっております。まずは自動飛行の方ですね、こちらの層の、ね、DJ ネオ、かなり軽い機体だったので、風にはちょっとですね、弱いかなとは思っております。ただし、かなりですね、一生懸命撮ってて、実際ですね、撮った映像も、安定して撮れてはね、いました。よほどかなりですね、姿勢がですね、崩れてしまうと、映像もですね、ちょっと乱れてしまうという部分はあったんですけども、それでもですね、かなりきちんとですね、自動飛行の方はしてですね、被写体もですね、捉えて、うまく録画の方、できるんじゃないかなと思っております。で、一方ですね、ワイヤレス録音の方は、先ほどもですね、言いましたけども、環境音もですね、すべて消されるというようなものになっています。あくまでも人の音声だけをですね、取り出しているということで、プロペラ音とかもね、消えてなくなるんですけども、あと加えてですね、環境音もなくなってしまうということなので、ちょっとね、Vlog としては、音声をね、直接このね、プロペラ音を消すっていうのはかなり画期的ではあるんですけども、環境音はですね、ある程度は必要なので、別撮りしてですね、そこから編集するということもですね、必要になってくるんじゃないかなと思ってます。Vlog としてはちょっとね、手軽に撮りたいということがあるので、こちらの方ですね、環境音とか気にしなければですね、Vlog としてはね、手軽には撮れたりするんですけども、ちょっとね、編集が必要になってくるというところは、環境音ですね、やっぱり入れてですね、編集したいというところあるので、そこのところはちょっとワイヤレス録音に関してはもうちょっと、環境音はですね、残した形でなんかできないかなとは思っております。こちらのドローンはですね、それ以外にも、FPV とかもね、できますので、いろいろとですね、可能性の秘めたドローンなのかなとは思っております。
はい、ということで今回は屋外での自動飛行とあとはワイヤレスロコの方試してみました。もしですねこの動画よろしければ高評価ボタン、あとチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。まだまだ本当ですねこちらの DJI NEO の方は、いろんなことができるドローンなのでいろいろ試していきたいと思っております。それでは次回の動画でお会いしたいと思います。以上、サラグでした。さよなら。バイバイ。